三菱の子会社三菱航空機が手掛ける小型ジェット機 MRJ。 日本独自で旅客機を開発するのは YS-11 以来の50年ぶりである。カタログ価格$4,680万、約47億円。 MRJ は YS-11 以来約50年ぶりの国産旅客機開発で、政府が約1500億円の開発費の3分の1弱を補助する国家プロジェクトでもある。国産旅客機の初飛行は、戦後初のプロペラ旅客機 YS-11 以来、53年ぶり。すでに、日本航空、全日空、米スカイウエストなどから約400機を受注しており、初号機は2017年に ANA ホールディングスに引き渡される予定となっています。菅木枝官房長官は、記者会見で、MRJ の受注拡大に向けて、政府としてトップセールスなどを通じて支援したいと意欲を示した。日本の航空産業復活には継続的な政府のサポートも欠かせない要素。官民の総力で世界の空に挑む。航空機には1機あたりおよそ100万から300万の部品が使われるため、 MRJ が事業としても成功すれば部品メーカーなどへ波及効果が広がり、さらには製造業の高度化にもつながるため、航空機産業が日本の基幹産業としてこの先発展していく可能性があると考えられています。この MRJ の初飛行を海外大手メディアもこぞって報道。外国人からはポジティブな反応が数多く寄せられていました。